さあ、まるで南伊豆の平続きみたいな感じです。うわ、こんなとこで降ってます。すごいよこれ。うわ、なんかやってみて。いる、あ、いる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 。あれカツオでしょ。カツオかな、なんだろう、いるね、あそこにね。あ、いる、絶対いる、ほら、いるじゃん。ちっちゃいジグなら食うんじゃない。食うそう。なんか食わねえかな。切ってる、食う気がする。なんかもっとちょこちょこあった方がいいのかな。そうそうそう、かもしれない。うわ、すごい、こんなとこですよ。一緒ですよ、どんどん。うわ、なんかでさ、めっちゃいい感じです。合うのかな、なんだろう。でも、だったら食いそうだけど。あ、もう、ジャット、もう、ジャストミートしてるから。いいとこ行ってるけどな。行ってる、行ってる。食え。追っても来ないもんね。追ってこない。さっき、あの、食ってる魚、全然違うもんね。もう、細長いしね。なんか、とんでもないと一緒だけど、なんかね。こっちだよ、想像ができないような。そう、そこの急ぎは、急ぎは晒しの中で、晒しの中。おお、いいとこ行ったんだよ、これ。ひら続き、ひら続きが行ったんだよ、これ。じゃあよ、これが魚なら食うぜ、これバカーンって。すごいね。いやー、釣りしてるし絵になるね。なんか釣れちゃうよ、きっと。お、急ぎ輪に押した。いいとこ行ったでしょ。行った、行った。パコーンじゃないかな。おお。さっきなんかね、脱みたいなの食ってきたんですけど。ねえか、ないか。いや、食ってもいいと思うんだけどな。おお。すごいいい感じ。なんかすごいものが釣れそうな感じ気がする。なんか出そうだけどね。ここもうあれだよ、真下 50m ぐらい。ここは、うわ、ちょっととんがりね、これも。ビルの、ビルの、あ、水深55があるそうです。これすごいわ。でそうだけどな。今の投げたところは、めちゃくちゃ浅いから、もうちょっと左に投げた方がいいじゃない。左へ。この仕掛け多分10キロぐらいのものだと取れるよ、きっと。取れる。それ以上でかいのは知らないけど、これだったら取れると思う。多分俺パワーねえんだよ。根から思いっきり離せば取れる。ドラグと刺す。ありがとう。いいですか。お疲れ様でした。